本さんだな。前の車山本さんだぞ。あー間違いないな、山本さんだなこれ。追いかけよう。こんにちは、平山茂です。今日は8月25日水曜日でございます。はい、現在時刻はお昼前ですね、11時50分でございます。皆様こんにちは、そしてこんばんは。今日もお仕事お疲れ様です。もう今週もあと少しでございます。もう真ん中ですからね、あとペッペッペとペッペですね。頑張りましょう。大丈夫ですから、大丈夫ですからね、大丈夫。うん、さあ帰ってきた。今日はちょっとたまたまお出かけをしようかなと思ってたら、親友の山本さんがね、山本さんと遭遇しまして、はい、いますね。ちょっとこのままあと追いかけようと思います。ちょっとね、久しぶりに山本さんとパトロールでもしましょうかね。山本さんが大丈夫ならそうしましょうかね。足元風邪いきますか？あ、大丈夫、大丈夫ですか？マルゲン、うん、マルゲンさん、いいですね。割引券が、あ、割引券あるんですか？はい、100円引き券があります。あ、素晴らしい。ちょっと確認したら、あったね。まあ、素晴らしいですね。いや、最高ですね。はい、マルゲンさん行きましょう。
ンマン。まあ、ええことやけど、早そうで。ちょっとあれ、満員かな。まあまあまあ、昼なんで。うん、まあどこ行ってもね。回転がね。マルゲンさん、ありがとう。美味しかったね。お腹パンパンですね。さあ、ちょっとパトロールの前にちょっと一服だけ。そうですね、収録のこのね、至福の時っていうか。あー、食った。タコも値上がりしますからね、またね。ね、今吸ってるやつはいくらになるんですか。30円アップぐらい。500円、600円弱。まあまあ600円でも、まあ、しょうがない、しょうがないんですけどね。まあね、やめたいなっていうのはあるんですけどね。でも好きなんですよね、やっぱね。卵ってうまいな。まあお金だけで言えば、多分やめた方がお金はかかるでしょうね。ああ。今やめると、まあ、周りのやめた方々がタバコを吸ってた時とやめた時、やっぱやめた時の方が負担はでかいですね。やっぱ何かしろ、うん、初めの頃はね、ガムだったりとか。タバコの代わりにね。そうそうそう、代わりのお金が、まあ、違うのになるだけで。はいはい。昔ながらのとこは多そうだね。鉄工所とか、ね、なんかね、まあ、車関係がやっぱ多いんだろうね。すごいな、あのビートオーバーフェンダー。工場だな、なんか作っとんな。
優しいものづくり、うん、どけあ、山陽製作所ってここなんだ。へえ。昔からありますよ。多分30年はあるんですよ、余裕で。ああ、じゃあ、ね、お母さんの全然ここでモーニングとかね。へえ。まあ、いいとこ作ったな。場所的にもね。来るんじゃない、そこの辺の人。来るでしょうね。ね、朝ね、チケット買って。銅像ですね。
この辺の川ちょっと一回上行ってみますよ。別にいいよ。あ、な、あ、これ川見ようかな。天白川？天白川です。うん。いいね、団地あってプールもあってね。そうそう、木箱も近いし。川もあるからなんか。ね。上よく散歩してる人いっぱいいますから。散歩コースとしていいよね。犬の散歩にしても。住んでられるよね。まあまあ結構空いてるけど。なかなか来ないですか。こっちはまだちょっと変わっちゃったね。またね。そうそう、渡ると。いやーこっちは。窓来んの？来ないよね。水は怖そうだね、この辺は。ちょっとね、そうだね、水害はちょっと、ね、水害はね、この辺は。これ、マンション？違うな、病院かな、老人ホームかな。あ、前この辺病院あったよね。なんか廃校になった、廃墟になった。見に来たもんね、心霊スポット。ちょっと申し訳ないけど、変な意味はないですよ。変な意味はないですけど、よかったな、今の家の変で。ちょっと、そうね、ちょっと嫌だな、これ。ちょっとひどいこと言っちゃってるかもしれない。すぐは行けんか。あれ電車？そうそうそう。ああ。もう道がない。ここの方まで来れるかな。ねえ。こんなところに公園があることすら知らなかった。知らん。誰も。草もバイクとか隠してありそうだね。草とかも生えっぱなし。ねえ。そして誰もいない。誰もいない。うん。危険だな。うわ、すごい、草がすごいもん。危険だ。やりっぱなし。めちゃくちゃなこと言ってる。まあ地元ですからね。まあまあまあ。言いたい放題。それ事実、事実だからね。他のところから来てね言うんだったら失礼ですけど、まあ、地元ですからね、一応。言いたいこと言いましょう。本当に立派な会社だな。左折とかできるんだったら使うんだろうけどね。まあ、左折しかやっぱできないから、ね、やっぱね、大きいよね。使わないよね、こんな道ね。あそこ渡れるの？いけるんじゃん。ねえ。あれ下くぐれるかね。くぐってみようか。いけるかわからんけど。もういけるかもね。なんか、バイクで通ったことあるような気もしないでもないな。自転車とか。車以外、いけるかね。でも
でもあれ今ついてる。大丈夫大丈夫。もう初めて通るんじゃない。うわー。ああ、はい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 。あ、こっちは行ったことあるな。うん、ね、あの、あ、大船通りはええな。今のとこ夜。ね、どんだけ、ね、女性の方が震えながら、ね、トンネルを渡ったか、なんかされとうかもしれへんしの。演出者もね。俺待っとるよ。うん、あそこは。マップみたいの作ったら面白いかもしれないね。マップ？ここはなんか危ない危険、あ、危険性がなんか疑いがあるような場所とかね。来れるんだね、こっちまで。そうだね。ここどうすんだろ、ここどうすんの。旧鳴海駅、まあ、名鉄の持ち物だろうな、多分、まあ、こういうのを待っとるかもしれない。ライオンズさんとかな。フィアットだっけ、あのキャンピングヒロミさんの、はいはい、ちゃうかな、フィアットがね、なんかっぽいよね、エンブレム的に。いいなぁ、旅行きたいなぁ。知っとって、今この鳴海駅見たら分からんやろな。そうだね、ちょっと変わりすぎちゃっとる。だから何十年ぶりに鳴海駅で降りたら、うん、あれっていうね、うん、でここ鳴海みたいな。うん、確かにね。もうちょっと実際ここって何あったっけっていうのもう忘れちゃってきとるけど。そうだね、居酒屋と交番があったのを覚えてるな。あと、目の前に本屋さんとなんか CD 屋さん、そうだね、4なんか、うん、あったよね。あったあったあった。ナコとかそんなやつ。ああ、そうそう、あ、そうだ。あと美容室な、あのよくある、うんうん、あの美容室があって、うん、その居酒屋は多分あれでしょ、あの、なんとかの滝。あ、そうそう、養老の養老の滝でしょ。あったよね、行ったもんな、養老の滝。どういう風なんだろう、お金もらってどっか行ってちょっとすんませんなんかな。まあそうだろうね。だよね。どうですか。この時から変わらんわ。家が建て替えたぐらいで。
なにワンボックスが5台も並ぶことあるか。なんかあれ、施設の老人ホーム。ああ、なるほど。ペイントワークスって書いたハイエース見たけど、222とか。ああ、それは間違いない社長だね。ちょっと誰が乗っとんだろうと、追い越したら知らんおっさんがなってたの。ああ、そう、誰このおっさんっていう。それはあそこのグループのやつね。もしかしてヒロキさんかなと思った。ごめん、ハゲ散らかした変なおっさんが見てたから、俺ヒロキさんではないなと思って。ちょっとそれ突っ込みます。はい、まあ大丈夫でしたね。大丈夫でしたね。いやまあでもね、たまにはね、大切ですから。そうですね、うん、定期的にちょっとパトロールはしないと。やっぱりパトロールはね、してるからこそ、何も来てないっていう。いや、今日も電話でした。ありがとうございます。まあでも良かったですね。いや本当に、はい、うん、まあじゃあとりあえずあれですね、昼間のちょっと警備はちょっと大丈夫だったと思います。そうですね、大丈夫ですね、はい、良かったです、はい、ありがとうございました。じゃあ30分です。30分。ああ、いいじゃん。30分回してます。